なんか急に仕事が入ったとかで。だから今日は見学に行っても何もないよ。まああの子とやってく自信がなくなったのかもだけど、とにかく伝えたからね。自主トレーニングをするつもりだった。問題はない。イエス。次、レッグランチ。依存はないか。アメリカにいた昔のこと。私は体が弱く、そしてもっと話すことが下手だった。あら、大丈夫？疲れちゃった？もっと走りたい。休めばまだ走れる。そう思っていても口に出せない。クリス S さんはちょっと疲れやすいものね。大丈夫よ。今日はもうおしまいにしましょう。だから走りは上達しなかった。他でもない自分が何も言えないせいで。失礼。日本のシンボリ家から来たものですが、その子、僕が見ても構いませんか？師匠、日本のレースのレベルを上げるため有望な馬娘をスカウトに来たと言った。私はおそらく有望ではなかった。でも師匠は教えてくれた。たくさんのことを。弱い体でもトレーニングはできる。結果があればそれを評価する者は必ず現れると。体に負荷がかからないよう徹底的に管理された。休憩の時間、食事のタイミング、遊びの時間と内容まで。うん、よく頑張っているね。これを続ければ少しずつだけど体質も改善されていくだろう。どうして頑張らせてくれるのかと、走りたいと言えなくても走らせてくれるのかと聞いてみたことがあった。だって君は厳しいトレーニングにちゃんとついてきている。何もしない者が語る理由より君の出す結果はずっと確かだ。話すことが不得意ならそれでいい。君は結果で語りなさい。それでいいと言ってくれた。だからこれでいいと思えた。だから師匠が帰国するとき、私は行かないでほしいとやっと声に出した。ごめんね、離れがたいけれど、ここに留まっていては僕の使命は果たせない。使命とは？と問うた。師匠がそこまでして優先する使命とは一体何なのかと。僕の使命はね、クリスエス、
日本のレース界に革命を起こすことだ。キラキラしたまっすぐな目だった。今はまだ日本の馬娘は世界に通用しない。だけど必ず変えてみせる。まずは凝り固まった常識からだ。そのために世界レベルの馬娘を世界中から日本へ招いている。今回はその下見だったのさ。そうだな、最初の予定とは違うけれど、君のことも報告しておこう。君のような馬娘が日本のレース界に革命を起こす、そんな日が来ると信じているよ。私は師匠の結果になろうと思った。そのために鍛錬を続けた。結果を出し続けているとルドルフがやってきた。私のことを師匠から聞いてずっと見ていたのだと。日本を変えるため走ってほしいと招いてくれた。その恩も含め全ての結果を出す。決して壊れない強い体を作って日本という国に革命を起こす馬娘になる。それが使命だ。こちらこそ感謝する。お前はここで見て聞いてくれているのに、私はまだ結果を見せていない。だから